7月の課題は、横浜の館内教室の隣にある大通公園ですね。と今回は、人物から入ろうかなと思います。まあ、こんな風に結構、まあ、この構図の中では人物がそれなりに大事な要素ではあるわけです。なので人物を、まあ、形をとりあえず出そうと。で明暗に関してはさすがに今の段階で周りが真っ白なんで明暗の読みが人物のですね人物の明暗の読みが読み切れないので、まあ一応暗めでは入るんですけど、まあそこはちょこっとこうまあどうしても明るめにならざるを得ないですね。まあ、髪の毛塗って顔を塗るとちょっとなんていうかちょっとかしげてるところとか、まあ中央のお母さんが子供の方を向いてるとか、そんなことが髪の毛を塗って顔を塗るとちょっとイメージできますよね。でそういうのってやっぱすごく大事で、そこからこう書き進めるにあたってイメージができると、やっぱり肩の線だったり腕の線だったり、膝、それから足元、靴の見え方とかっていうところにも結構影響を受けるかなというふうに僕は思ってるんですけどね。あとは色そのものなんですけど、最終的に影の中に見せる、木漏れ日が落ちてその中でまあ日陰でご飯を食べようということなんで、当然そういうロケーションになるわけですね。でまあ赤、人物の色とかっていう時にどうしても絵の具だと赤、青、黄色、緑、まあ結局原色を探すようになっちゃうことが多いと思うんですよ。なのでまあ、やっぱり外歩きながらで結構なんですけど、人物の洋服の色合いがどんな色してるのかみたいなことは常に観察してるといいですね。でそんなにですね原色みたいなものを着てる人がたかだか例えばこの4人の中で赤、青、黄色っていうわけにはいかないですよね。なのでまあ分かりやすく言うと基本的にはグレーですね。でグレーなんだけど青いとかグレーなんだけど緑、それを感じさせる色合いに持っていくのが大事かなと思います。まあ部分的にはいいんですよ。結構派手な色合いがあっても別におかしくはないと思います。まあそれが日陰の中に入っているということであれば問題ないと思います。でネタの写真を見てもらうと分かるんですけど、今後ろ向いてる子供の右側に座っている女性はちょっとこう木漏れ日で光を受けてるんですよね。なので背中の白い洋服もちょっとこう気持ち明るめにしています。まあベンチっていうわけじゃないんですけど、まあ植え込みがあってその周りが立ち上がってて結構フラットな面があるんで、ここをこう座る
座りやすいとこなんでしょうね。ただこれも概ね日陰の中、影の中という設定で書いてますね。もっと暗くなるという、最終的にはもっと暗くするんですけど、まあやっぱり様子見ながら明度を落としていくというのがいいと思います。先を読んで、まあ、周囲が影を置いたり緑を描いたりして、周囲の明暗を読みながら、まあ、絵は仕上げていくんですけど、さすがにこう周りが水彩紙の真っ白の状態で先を読めと言ってもこれはなかなかできないですね。なのでまあおおむね暗めにはいくんですけど、やっぱりちょっと明るさキープっていうところですかね。まあ暗くするということは後からできるんで、まあほどほどに入ればいいと思います。まあ、人物の場合は、まあ、面積、これでも今私が描いてるの4号の中のこの大きさなんで、実際座ってる人物は3センチあるかないかぐらいなんですよね。なもんで筆で重ね塗りをしたところですごく暗い色が汚く見えるとかっていう塗りにはならないと思います。まあそういう意味では画面が小さいと汚した感はあんまり出ないんで楽は楽ですね。でこれ緑を今塗ってますけど、まあこの題材眺めてって市街地の公園なんで、こんな風に上の方にマンションがあって、まあ上左だけじゃなくて右側も実はマンションが結構並んでたりオフィスビルが並んでたりするんですよ。でこれさらっと入れようかなとかっていうことは結構考えてたんですけど、まあこれを表現することでこの絵が大きく、なんだろう、市街地にある公園だということを見せることがそれほど大事じゃないかなというふうにだんだん見えてきたんで、もうやめにしました。描きたい方はもちろん描いて全然問題ないです。ただまああんまり主張しないように、窓のへこみの暗さとかバルコニーの軒裏の暗さとか、あんまり出張りすぎないようにしていただければいいかなと思います。まあ今やってるところは手すりがあって、これ地下鉄の入り口あたりなんですけど、まあフラットバーって言って5ミリの5ミリぐらいかな、厚み5ミリで、奥行きが結構6センチ7センチくらいあるやバーなんですよね。鉄の板なんですよね。これステンレスかなんですけど、まあこれもあんまり大事なアイテムではないです。ただまあちょっとやって見てるだけというのが正直なとこですね。でまあステンレスなんでこう光って見えてるんで明るく見えてるから、まあ周囲を落とさないとこいつが出てきてくれないんで、まああんまり現場の見え方、現場だと手すりの向こう側に花が咲いてたりとか下の方が明るめの緑だったりしてますけど、結構無視してます。これ撮影した時間が12時半ぐらいですかね。なもんでお日様がほとんど真上の状況なんですよね。なもんですから今描いてるあたりの街路樹にしても
右明るく左暗くとかそういう見え方ではなくて、こう結構順光で受けちゃっててペタッとしてますよね。で、まあこの通りにやるとやっぱりちょっと形を出すの辛いんで、まあ後で見ていただければわかるんですけど、徐々に左側をやや明るく、右側、あ、ごめんなさい、逆ですね、右側は光受けてる感じか、左奥は少し暗めにして光をあまり受けてない感じにしてます。まあ、ここも背の高い植え込みがあって、ここには大きな木が植わってるんですよね。で、こんな風に人物との絡みが出てくる場所ですね。ここはもうある程度ですね、後ろとこの人物の明暗をしっかり、どっちを明るくしてどっちを暗くするかをもう決めてかかるといいですね。これ写真ではもう圧倒的に人物は暗いんですが、今の段階ではちょっと中途半端ではあるんですけど、やや後ろ側を暗め、人物はもうちょっと後で強くしようという方向で今はいます。背景の緑の部分をちょっと、今ベタッとして明暗の変化があんまり少ないんで、そこに手を入れようとしています。まあ、こんな風にですね、やっぱり真上の光っていうのは明暗の変化が対象物に対してとても弱くなるんですよね。なのでやっぱり絵を描く題材の明暗の変化は朝の10時半から11時ぐらい、11時は遅いかもしれないですね、もしくはその後だったらば2時から3時ぐらいがやっぱり一番ネタの明暗の変化が出て描きやすいと思います。まあ、やっぱり皆さんどうしても、まあ、私もそうなんですけど、写真のように描きたい、写真がすごく現場が良かったんでこの通りに表現したいとかって思うのは普通なんだけど、その結構知らず知らずにさあ外行って写真撮ってみようかとか、外行ってネタを探しに行こうかって言った時は大体この近辺の時間に概ねなるんですよね。そうすると知らず知らずにこうペタッとした明暗の題材になるということは結構あります。とても多いんじゃないかな。まあそれでも光が当たってればまだいいですけどね、お日様が陰って曇りだったりするとやっぱ辛いですよ。あとちょっと言い忘れましたが、左端にマスクしたおじさんが自転車乗ってますけど、僕はこれ入れてないです。で、人物のこのおじさんの大きさと自転車のバランスがとても悪いんで、子供の自転車乗ってるように見えるじゃないですか。なのでこんな風にここに自転車置きたいっていう人はこのままじゃない、なんかネットで探すとか自分で外歩いて探すとかした方がいいでしょうね。
ただ光とかはとても分かりやすいですよね。白いシャツに顔の影がこうして真下に落ちてますよね。このぐらい太陽高いということですね。書いてもいいんですよ。全然問題ありませんから。今変えてるあたりがちょっと私の右上がりになってますね。まあできりゃ平行がいいでしょうね。からまあ地下鉄の入り口だかなんだか知らないですけど、この立て看板みたいなステンレスっぽいものが立ち上がってるんですけど、これねなんていうか、まあ、市街地であることを見せるにはなんかこんなものも必要かなという気もします。で、何もなしで緑だけよりはちょっとでいいからなんか感じさせるといいかもしれませんね。もうちょっとなんていうか寄った構図でこの街路樹の下で向こう側の街並みが見えてる、まあ、数ヶ月前にやったこうような構図だと向こう側の店舗とかなんか赤いテント入れたりしてちょっと雰囲気作りたいなとかっていうふうにも思いますけど、この場合は不要でしょうね。それこそあれもこれもっていう要素ばっかり多い絵になるんで僕はいらないと思います。ただぼやきですけど、写真の通りに描きたい方多いっすよね。今塗ってる緑はこのちょっと1メーターぐらい上がった植え込みのところにある葉っぱですね。これ写真を見るとどこまでがその植え込みの上のこの太い大木の葉っぱで、どこからが右へ流れるとまあ、全部影の中になっちゃうんですけど、この明暗の変化がバシッとこうついてないんでとても不明瞭なんですよね。でもそこは絵なんで、ここは違いはここまでは右側の花の右側にある緑、ここからは今描いてる、植え込みの上の、高いところにある緑とかっていう、なんていうのかな、区分け、差別化は必要かなと思います。で、こんな風にまだ濡れてるんですけど、濡れてる時にちょっと明度の差の強い色を置いていきます。角はシャープにしっかりと。正面のこの高いところにある植え込みの私の白を抜いた抜き方が細いですよね。で、これって理由があって、枝そのものを真っ白に抜く意味はさらさらないんですよね。で、逆にこの細く白く抜いた部分だけが明るく残ってればよくて、左側に少し暗めの幹を太めに入れてあげればもうそれで収まるわけです。で、まあ、こんなこともですね、教室の中ではしょっちゅう言ってるんですけど、そこに鉛筆の線が2本こう幹の太さで流れてるっていうだけで、まあ、綺麗に避けちゃうんですけどね、あんまり意味はないと僕は思ってますね。残す部分だけが残ればいいと。今やってる暗い部分を入れ込んでいく時に、このムクゲだか腐葉だか、すいません、僕はよく
植物の名前分かりませんが、この、まあ、特徴的な抜きをちょっとしたいですね。まあ面倒ではあるんですけど、まあ夏らしくていいじゃないですか。夏というか初夏なんですけど。まあちょっと面倒くさいですけど、そんなに大変な抜きではないです。こういう部分の抜きも後でガッシュで、僕も現実に今仕上がった段階ではガッシュでちょこっと筆を足してるところも何箇所かあるんですけど、全部をガッシュでやっちゃうっていうとですね、やっぱり透明水彩の良さあんまり出なくなるんで、抜けるところは抜いてみせましょう。右側の今やってる影、日が当たってない部分、まあ現実に的な言い方をすれば、この幹何本か重なって見える幹の向こう側には街区、マンションだったりオフィスビルがあったりするんですけど、ここにそういう表現は不要だと僕は思います。なので、茶色系統ばっかりだと幹の色だけでこう終えるのは、まあ、ちょっと苦しいもあるなということで、下の方に少し寒色系のグレーを濡れてる時に積み込んでます。今水のスパッタリングですね。ちょっと乾いたあたりに気持ち軽くネガティブに、軽くですよ、軽くって言ってるのは明暗の差をうんとつけないで、緩いメリハリで軽くつけるという、そういう意味です。とりあえず右側の暗さはまあこんなもんかなというところでとりあえず置いといて、左奥、左の並木道の明暗をしっかり決めたいなということで、また元に戻って左側をいじってます。今やってる部分、さっきも言ったように白いところはそんなに触らないんですけど、裏側に街路樹の緑がかかったところにこう暗色を置いてあげればすぐ暗色できますよね。なんでかったら一回塗ってるからですよね。だから明るくしたいところも鉛筆の線で塗りよける必要はさらさらないんだっていうふうに、これ結構ね大事なことなんで、僕通信の中でも何回も言ってるんですけど、そんな思いで見てくれるといいです。で逆にですよ、今やってる円柱のこのなんかこれもっといっぱいあるんですよね、本当は4倍ぐらいあるんですけど、僕2本ぐらいしか入れてませんが、こういうところは後ろの緑よりも暗い面でも明るい、だから塗り残す必要があるんですね。理由があって塗り残したり潰したりしてるんです。なんか構築物
モニュメント風なところはですね、あのもう明暗だけの違いで見せてあげてもいいと思いますよ。全然ここにどんなものがあってどんな字が書いてあるとかもうどうでもいいです。これ今僕は日本しか書いてないけど、この円柱っぽいものも実は照明なんですけど、照明らしくも僕書いてないですけど、こんなものがあるないで、なんていうのかな、あの市街地の中の公園とかっていうものの見る人の感じ方、まあちょっと変わってくるかなとは思ってます。から、右上の花の部分ですね。でまあ下のアジサイがやっぱり紫ピンクブルー系統なんで、あんまりピンクピンクピンクだとちょっと鬱陶しいかなと思って、右端の花は白く抜こうかなと思ってます。まあ、この辺はもう好き好きで全然問題ないんで、皆さんの思うようにやっていただけたらと思います。ここら辺のネガティブは面倒ですが、これをやりながら花の明るさを明確にしていく、花の形を明快にしていくという作業が必要です。今濡れてるんですよね。最初に塗った黄緑が濡れてる間に私あのわざと刺してます。ただしですよ、ただし最初に塗った黄緑がなくならないように刺してます。肝心な話なんですが、これ右側にこう降りる階段があって、道路よりもあのこの公園1メーターぐらい高いところにあるんですね。で手すりがこんな風についてたり、あの手前に僕がアジサイにしちゃったところにも、まあ現実の写真はこんなもんなんですよ。でこれをやるよりももっとあのこの絵、まあ、豊かに見せたいなとかって言ってずっと眺めながら考えてて、この通りにやらないで、まあ、季節柄今どこ行ってもアジサイ目にするんで、アジサイにしちまえということでこういう絵になりました。で手つりも不要ですよね。あの何を削除してあの何を追加するかというのはあのかなり大事なことで、あの絵を描き始める、筆を持ち始める時に、その前にしっかり考えることは僕は大事だと思っています。から今アジサイの部分の緑を塗っていますけど、この緑塗りながら、ピンクや薄紫のアジサイの位置とか数とか、まあ、色の量ですね。色の量って言ったら分かりやすいかな。で、そんなの眺めながら、残りを全部、要はアジサイとしての、ピンクや紫を塗ったところだけでいいか、もうちょっと増やしてもいいかなっていうところで、今下をこんな風に白く抜いたりしています。こういうことは結構やります。まあそういう意味じゃ筆を持って動かしている時に鉛筆の下書きにも忠実に、やっていくということが最終的にすごくいい方向に行く場合ももちろんあるんでしょうけど、僕の場合は行かない方が多いんで、こんな風に自分の下書きは信用してないですね。あのこうした方がいいだろう、この方がいいなとか、ここに暗さはいるなとか、いろんなことを考えながら筆は握ってます。今度は木漏れ日ですね。やっぱり影色どうしようかなって言った時に、やっぱアジサイの色がちょっと頭に浮かびますよね。
で紫系統ではあるんだけど、あの今パレットの上の方にある、緑系の青ですね、こんなのもあの紫系のグレーに、濡れてる時に刺して、まあ、微妙な色合いの変化をつける、まあ、僕は結構そういうところは好きですね。でよくやります。まあ、先端の距離感のあるところを軽く優しく払ってます。今水です。水筆で払っています。階段の右に降りる階段の手すりなんかもこれ写真ではダブルになってるんですよね。体の不自由な方のためにダブルで2段2段でなってるんですけど、これももう見た瞬間から初めからやるつもりなくて、端折りました。こうやって右側塗りながら左側の影の部分が乾くなとか、そうですね、すぐいじらないとダメですね。今回はこの道路の面は塗ってないです。基本的には紙の白です。なんかみんな皆さんに郵送したプリントを見ると紙の白じゃなくてなんかちょっと塗ってあるように感じる方多いかもしれませんが、これは紙の白です。絵はまあ影の色もこのぐらい遊んで、まあ、アジサイ系統の色拾ってますけどね、いいんじゃないかなと思いますけど。これは水のスパッタリングですね。で、水のスパッタリングもね、慣れれば小さめで飛ばせられるんですよ。まあ水含みによるんですけどね。だからこれもたくさん紙の失敗した紙の裏でもいいんで練習してくれるといいんですけどね。大きく飛ばしたい時もあるんだけど、まあ7割8割はやっぱり小さめに飛ばして、大体が飛び終わった後で倍ぐらいには膨れますからね。あんまり大きくしちゃうと厄介ですよ。まあ、ちょっと影が甘いかなとかっていう感じにも見受けますが、多分これまた後でいじりますね。人物と後ろのこの立ち上がりの花壇、1メーターぐらい立ち上がってる花壇のあたりがちょっと眠いかなとかっていうのと、目地入れてみようかなっていうところで今いじってます。こういうところ結構悩みますね。写真は道路の光を受けた明るさもそのまま上がってっちゃってる感じですよね。でそのまま上がってるんで人物の木漏れ日の中にいる暗さが際立ってるんですね、写真の方は。ただ私は持っていき方は写真とはやっぱちょっと変えて、路面の白、路面の明るさを際立たせる方向にしています。なので、花壇1メーターぐらいの立ち上がりの花壇を
逆に暗くしています。ここら辺は結構捉え方次第ですね。まあ、写真の通りでも悪くはないと思うんですけど、でぼちぼち、影も置いて、まあ全体7割方とりあえず色が置けたんで、部分的に決めに入ろうかなというところです。で人物をまずしっかり、木漏れ日の中に置きたい。なので、明暗の調整をしています。こういうふうに人物が重なってきたところも結構やっぱり考える必要があるところで、向こうのおばさんだかお姉さんは光をちょっと受けてる、で手前の子供は影の中なんですけど、右端のこう肩のあたりからズボンの足の右端ですね、やっぱりそこら辺はちょっと光を無理やりでもいいから感じさせたいなと。なのでどう見せようかはしょっちゅう考えますね、こういうところは。この段階で路面の影と今塗って筆をちょこっと入れた階段の立ち上がりですね、右に降りる階段の立ち上がりがみんな明度が近すぎますよね。でこれはまあ後で何とかしないといけないなという、これの、まあ、宿題ですね。結局明度がぶつかってきて、近い明度がぶつかるということは色が変わってても見る人の印象としては眠い絵になるんですよ。だから物の形、ここは出したい、フラットな面、立ち上がってる面、その区別を出したいんであれば明暗をやっぱり意識的に演出する必要があると思います。まあこの程度の大きさのアジサイでもなんかそれらしく表現するにはこんな風にちょっとブツ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 やってますけどね。ただ今回は6月は雨の中のアジサイ、それでも右上から左下にかけて明暗の変化は僕自身は意識しながら描いたつもりなんですけど、今回はピーカンで光を受けてる、木漏れ日にもなってる、影もある。なので意識的に花アジサイの花の上側は、明るくし髪の白が残ってもおかしくないですね。逆に左下、主に下側でいいのかな、はしっかり光を受けてない暗さをぶつけていいと思います。僕はあんまりこう紫ピンク系の強いアジサイって描かないんですけど、まあたまにはいいかなというところですかね。これ青ばっかりだとなんかまた面白くないですよね。とにかくこのぐらいの大きさのアジサイでもやっぱり最初の紙の白に近い明るさ、アジサイの花びらの中にやっぱり僕は残すべきだと思いますね。全部ペタッとしちゃうと
なんか厚みが感じない味さになっちゃうんですよ。薄っぺらい。だから無理やりでもいいから残すべきです。色はもう好き嫌いあるんで、アジサイの色も結構幅ありますから、皆さんの好きな色合いでいいかと思います。まあ、ここら界隈は今回僕ビデオの編集ではもうだいぶカットしちゃって1時間5分ぐらいなんですけど、ここの上の花と下の花アジサイの部分でまあそれなりの時間はかけてますね。40分50分ぐらいかな、50分ぐらいはやってますね。こう暗い色当てていくときにも明暗の階調、だんだん暗くなるというところをやっぱり一気にやって形をすぐに出したくなる気持ちはわかるんですが、我慢して少しずつ少しずつがいいです。それから今やってるように光を受けてない花の下側、ここに紙の白は残さない方がいいですね。今潰しましたね。塗り残したやつはもう明るい花びらに葉っぱに見せてしまいます。アジサイの花はしつこくて恐縮ですが、上側は髪の白が残って全然おかしくないです。で逆に下側は髪の白が残ったらおかしいです。そこは光らない、明るくならないですからね。明るくならないところは明るく残すから嘘になるんですよね。でこういう暗さを徐々に入れておくときにどうしてもね、形がすぐ出ちゃうでしょ。明るい色に暗い色ぶつけるから形が出しやすいわけですよ。そうすると下だけやってりゃいいものを上までぐるりっと、アジサイの花の周りぐるりっとこう暗い色を回しちゃう方も結構います。まあそこは気をつけてください。僕が言うリアリティっていうのはこれも何回も言ってますけど、自然に見えてるか見えてないかというところをいつも考えています。なので写真のようなリアリティのある絵は僕は描けないですけど、不自然な絵はやっぱり嫌なんですよね。で鉛筆の芯の先あたりが消失点だということで置いてます、鉛筆を。この場合は横もまあ最終的には何本か入ってますけど、奥行き方向の線の方が大事ですね、路面のね。で影の部分にはやっぱちょっとそれなりに強い明度の目地から光を受けてる木漏れ日の部分はまあ飛んでもいいかなということですかね。まあ、ガッシュの白でちょっとお化粧してます。
体制に影響ないです。このお母さんの方がちょっとやっぱまだ明るいですね。それで後ろの、さっきも言ったように後ろの花壇の立ち上がりとの明度差をどうしようかまだ考えてますね。で明るめに、今は後ろよりも明るめにしてるんですけど、これはあの写真見てわかるように最終的にお母さんのシャツの色は暗めにします。まあ、ここのベンチっぽい花壇の立ち上がりのトップの部分がちょろちょろと、明るく見えてるとなんかいいかな、いい感じかなという思います。でついに、お母さんに手をつけ始めました。後ろよりも暗くしようということですね。左端でなんとなくお弁当を食べてる風の、おばさんの足元にいる鳩が可愛いんで、これは入れてやろうと初めから決めていました。なんとなく人物が明度があの周囲と区別がついて浮いてきたかなという気がします。ちょっとパレットはあの色の部分が隠れちゃってて申し訳ないですが、次気をつけます。
こに少し青緑、緑系の青をかけたいなと思って今水を引きました。ちょっと紫が強いかなとかっていう風に感じたんですよね。まあこれもいつも言ってますが、影色とかっていうのは言ってみればグレーなわけですよ。大体が路面とかに突拍子もない色はついてないわけで、そこに落ちる影なわけですから、基本は誰がどう見たってグレーなわけです。ただこの絵を1枚のなんていうのかな、色の組み合わせの中で見せるにあたって、やっぱりそこは描き手の個性やら感性に任されてる部分だということをしっかり認識して、ご自分の好きな色のまとめ方をすべきだと思います。で、出来上がった絵に対してはこういう部分はとても大事ですね。まあ、やや左下あたりにちょっと鮮やか系の色を置いてます。これ僕意識して結構鮮やか系なピンクだったり鮮やかなブルー紫系統だったりを置いてるんですけど、やっぱり出来上がると色が重なる分だけ気持ち渋くなってきますね。とにかくこういう汚し、花の色の汚しをするときはサイドをなるべくキープしたまま汚すということが大事ですね。で、今ちょこっと暗く入れただけで影との差別化ができて、今塗ってるところは平らだよ、から階段の降りていく手すりの壁は立ち上がってるよということが明快になりますね。こういう部分も、まあ、僕の性格かもしれませんが、結構シャキッとしないと嫌なんですよね、こういうところ。ぼちぼちもうフィニッシュに近づいてて、でこう座ってる人、子供だったりこのお母さんだったりの足ズボンの脇あたりをちょっと汚してあげると後ろとの関係で馴染んできますよね。だから馴染むということがやっぱ僕は大事だと思ってますけど、最近ずっと言ってる入り墨の暗さってこんなとこなんですけどね。さすがにこのぐらいの大きさの鳩になるとくちばしはちょっと僕の筆では入んないですね。とても苦しいです。で、男の子の右側のこのズボンの部分も結構白く残しすぎちゃったんで、このぐらいの見せ方は自然ですよね。ちょっと明るいなっていうのを見る人に感じさせる明るさ、髪の白がビシッと残る必要はない部分ですよね。上の花は、左側のあたりの真ん中あたりにちょっとわざと赤も強い、ピンクも強い色を置いたり緑も強い色を置いて、影の中にちょっと一つ入ってもらいました。全部が明るいとまたそれはそれで嘘っぽいじゃないですか。全てに光が当たってるようで、路面に落ちる木漏れ日がこれだけぐじゃぐじゃしてるんであれば、まあ紫陽花もそうなんですけど、上に落ちる影も明るかったり暗かったり、
それを受けて表現することの方がやっぱり自然に見えるんじゃないかなと思います。隠れてますけど、出てますね。シャドウグリーンベースで、もうちょっと葉っぱの暗い部分に強さを入れたい。もうちょっとですけどね。これやるときにアジサイの花を囲わないようにしてくださいね。もう一回ぐらい言ってきましょうか。花を囲っちゃダメですよ、暗さで。アジサイの茎、まあ本当はね、アジサイってあんまり茎見えない、花なんですよね。このぐらい群生してると密生か。でもちょっとほんのり7、8本かな入れてますけど、ガッシュです。透明水彩やっぱり僕どっちかっていうとせっかちな方タイプ、どちらかといえばそっちだと思うんだけど、だから今使ってるようなしっかりした強い明度の色を使う時は結構我慢します。このくらいの暗さを使い出すととても簡単に形が出るんで早く使いたがるんですよね。僕もそうです。でもその早く使いたいと思う気持ちを抑えて、その前のもうちょっと前の少し明るい色から入っていって、最後にこういう強い色をちょこっと使う。そうすると階調グラデーションの懐が深くなるんで、とても自然な仕上がりになるんですよ。でも結構な人がやっぱり我慢できずにすぐ強い色を
使いたくなっちゃうみたいですよね。まだアジサイの光を受けてない部分、もうちょっと暗くていいかなっていうのと、もうちょっと鮮やかでもいいかなと思って、あの紫っぽいアジサイなんですけど、緑系の青を意識的に使ってます。私は結構ね微妙なんですけど、ここにウルトラマリンとかあの紫系の青を使うと、なんかねとても収まりすぎてしまう、あまりに収まりすぎてしまうんで、ちょっと僕はなんか気持ち悪いなということで、わざとあの、まあ、力のブルーですけどね、緑青をちょっと使ってますね。この右下のアジサイの部分に光を受けるところ、それから木漏れ日が落ちてるところ、そこをなんとかこう出したいなと思って、ここばっかりいじってるんですけど、なかなか花を暗くしたくないっていう思いが強いもんで難しいですね。まあでも意を決して結構一生懸命暗めに追い込んでるんですけどね。まああと 3,4 分です。まあ、目地ももうちょっと存在感、影の中だけですけどね、もうちょっと存在感あっていいかなというふうに思ってます。横も 3,4 本入れてますね。左の街路樹の手前をちょっと強く行きたいな。これで終わりです。ライト iPhone のこれ影になっちゃって下半分暗いですけどね、許してください。お疲れ様でした。